提案されている第5インターナショナルのロゴマーク第5インターナショナルは第4にインターナショナルに代わって新たに建設することが提唱されている労働者の国際組織。1938年11月、スペインのプームの一部の党員が第5インターナショナルを主張した。1941年にはアルゼンチンでトロツキズムと決別したケブラチョコとリボリオフストが 第五インターナショナルを唱えた。アメリカ合衆国でスパルタシストとして活動していたリンドン・ラルーシはスパルタシストと決別した1965年に第五インターナショナルを提唱、その後極上転向して陰謀論を公言する様になる。1994年、イギリスの社会主義未来運動が第五インターナショナルを呼びかけた。2003年、 イギリスの労働者の権力を中心とする革命的共産主義インターナショナルのための同盟が第五インターナショナルを呼びかけた。ロール氏は組織名を第五インターナショナルのための同盟に変更した。2009年11月、ベネズエラのウゴチャベス大統領は従来のインターナショナルのようなヨーロッパではなくラテンアメリカから世界革命を目指す第五インターナショナルを呼びかけた。 ありがとうございます。